それでは 100g 測りました。はい、そこに直接入れたら減らすときにちょっと困るんで、はい、今日はねもうあの、ま、前みたいにあのちょっと A 砂糖使うんでも普通の上白糖使います。はい、これ押してゼロにしてます。でもあのこんなんですね。はい、上白糖。はい、じゃあこれ何グラムですか。100にします。なるほどね。結構これ面白いね。なんか大きさがこうやってブロックになっててね、うん、本わらびが入ってるからちょっと色がついてるんですよ。あ、100ちょうど100。はい、ああ、はいはい、じゃあこれわらび粉と、はい、あと砂糖ね、 100g ずつです。はい、はい、おいやー、わらび粉に砂糖ドバッと入れました、はい、水は 400ml です。はいはい、なんかいっぺんに入れないんだね、ここはね。そうそう、いいよ、もっと入れていいよ。入れたろか、うん、はい、もっと入れて、はいはい、はいはい、はい、もっと入れていいです。はい、どうぞ。ちょっとというよりいっぱいじゃね。そうね、ここそこまで神経質なんでもね、そんな神経質なんでみたいだけど、うん、まあ、それでもまあいっぺんには入れん方がいいよね。ちょっと塊があるからな、まあ溶けると思うけど、崩す感じで、うん、崩す、崩すか、まあな、崩れるわな、なんかな。おい、セーフ。セーフ、あの飛びする、飛びするんだけど遊んでへん。遊んでへんな。こう潰すようにして、そう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 、うん、はい、すごいな、三世代料理って面白いよな、考えたら、うん、よっちゃん、俺、もう全部入れます。はい、400ml 入れました、はい、うわ、ドロドロに溶けた、ドロッと、ほぼ水みたいな感じだね、これね、本当やね、水、本当やね、ちょっと待ってよ、これ溶けてるかな、それも大事だね、分からへんな、ちょっと底の方にこしてもええねんけど、まあ、こさんでも大丈夫ですよ。これな、レンコンパウダー。これ一回唐揚げ作ったけどね。そう、これで。はい、まあ、うん、こんなやつが、これ、同じじゃないけどね。うんうん、まあ、この中にもレンコンパウダーとして入ってるらしいです。そうそうそう、まあ、いわゆるでんぷんですね、でんぷんね。はい。ジャバーっと。ジャバー。まあ、これが生地ですね。あ、そうそう。あ、いけるいける、溶けてるわ。はい、これを、まあ、中敷き付きですけど、はい、水で濡らします。はい、じゃあ、これ結構大事です。はい、はい、じゃあ、濡らしておいてください。はい、点火でーす。はい、お、一発でついた。はい、ついたついた。だいぶ古いですね。中火ぐらいです。はい、これね、真ん中。ちょっと見せてもらおうか。これこんな感じで、はい、今火つけてます。中火ですね。はい。で、混ぜる？うん、混ぜる。こっからめっちゃ大事やからな。あの、ずっと混ぜてな。ずっと混ぜます、ここは。でね、これね、こう、こう持ち上げた時に、ここら辺にピューとついたら、火は弱火にします。そうそうそう、はい、まあ。とりあえず、その、つくまではね、うん、今から、混ぜて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 。あとあのちょっとあの角のところもねやって、そうそう、90度のところもね子供シェフです。子供シェフ笑い餅を作る。結構来てる。ちょっと作ってみてくれね、うんうんうん、おー、ネギできた。来た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 、はい、だから火はちょっと弱くします。そう、中火から今弱火にしました。はい、はい、はい、あ、混ぜてて、混ぜて混ぜて、これ手止めたらダメやからな、うん、これがお餅の素。そうそうそう、そうそうそう、これを冷やしてお餅にすんね。お、だんだん固まっていいだ。あ、で、なんか下ふわってなってる。なってでしょ。その感覚大事やで。そう。って感じ。うん。ここがね、本当出来上がり左右するから、混ぜるやつ。おばあちゃんに持っていってあげるわ、これ。危ないから。ちょっとね、この作業は熱いから。ああ、そうやね。100度以上になるんかな、やっぱこれね。ね。できてきた。甘い。甘くなってきた。うわー、頑張れ。真ん中も。もっと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 。両手でやる、両手で。そうそう。ねー、もじゃもじゃ。すごい熱いからね。火つけて。あ、ごめんごめん、マイクは。おりゃおりゃおりゃ。うわー、すごい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 。もっと強くできる。えい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 。端の方も、端の方も、おー、できてる、できてる、こうすくうようにしてる、すくうように、さあ、おー、そうそうそう、あんまりさっき鍋につけない、できるだけつけないように、はいはい、そう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 、でね、焦げんの心配で一回あ、おろすか、おろしてもいいんだけど、はいはいはい、はい、そう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 、熱いことはない、一回火止めた、はい、はい、混ぜて、消化しました、混ぜて、混ぜて、これはあの焦げそうなんで消化しただけです、そう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 、うまい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 、あ、透明になってきたね、うん、うん、
すごい全身の力を込めとる、はい、透明なんで5分間に、はいはい、じゃあこれちょっと、はいはい、やってくださいよ、はい、はい、私は、はい、姉、これね、で、これを混ぜる弱火、はいはい、で、混ぜとく、混ぜる、はい、混ぜます両手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 、はい ネバネバ気ぃつけてよパパシェフ変わろうかええかまだ入れていけるかいや私変わろうかいや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 意味がとりあえず最後までやらしてここあ当てあの長袖着てきた方がいいんだけどはいそう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 うまい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 5分間、練りますうわすごいすごいなカウントダウンしてますすごい本当のお餅うわさあ5分間頑張ってください、まあ、けど今回は白玉粉入れてないからねはいそうやだから入れてなくてもねそうなんだよね硬いことは硬いんだけど、うん、まだやりやすいかもしれないね、うん、そうそううまい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 それが焦げたらあかんから持ってんのも大変そう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 でぐるっと回してですくううわーすごいうまいうまいうまいぐるっと回してすくえてるすくえてるで、うん、うまいうまいうまい、うん、ちょっとねほろほろっとちょっとコロッとしてきたやんか、うん、ないわゆるその鍋離れってやつ、ね、そうそうちょっとなあと2分、はい、あと2分頑張りますはい頑張ってはい小学生シェフ頑張る1年生です2年ですもう2年になったよ、ね、あ、そうや、2年や、失礼いたしばあちゃんボケとるからうまいうまいうまいちょっとね、ちょっと見るよちょっとね、こんな感じでコロッとしてきてでしょね、なんかこうこれゆい、ちなみにこれあの鍋についたやつうまいから後で食べような、これ残りのやつ言わなくていいわあ、そうか熱いで、はいお、うまい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 あと1分はい7、6、5、4、3、2、1おい火消します火消しますしょうかはいこれちょっとお茶飲んでくるお茶飲んで力がちょっとこの辺り大人がしますねはいそうやねちょっとこれは危ないんではいはいはい、では、はいはい、生地を水で濡らした、はい、ああ、土瓶土瓶ちょっといい静かにして水で濡らした豆腐型、卵豆腐型に入れます、はい、これはあの熱いうちにやってくださいそうですね、はい、これはちょっと大人がやります、この工程はこれはちょっと、よいしょうすごいカットお餅より美味しいこれあの、ついてるやつはこうやってね、剥がして食べてください、はい、氷をんこれも本当はね、これにさっき用意しておいてくださいはい、まあいいです、今回はね、即席笑い腰です、はい、で、これじゃバットに氷水入れまして、はい、でそこにこれは大丈夫や卵豆腐型を全体全体ね、もちろんあの、あ中敷きも含めてですよ、はい、はい、入れましてはい、それでね、はい、次やることはこの足隙間が空いてるやんか、うん、で手でこう濡らしてピッピッピッと伸ばして、うん、この隙間を埋めてやってください、はい、シェフ違う、シェフがやんねんシェフがやんねんシェフこれ後であげるからこれ後であげるからゆいちゃんが食べたいんや、ね、後であげるから大丈夫やじゃあ手をこうちょちょっと濡らしてほんでちょちょっと伸ばしてちょ、うん、大丈夫これをちょっとほらちょっとこうははなるほどね平らにすんねんここ、うんうん、平らに ここも熱いかなちょっと熱いかこれ平らにしましたんでキューと伸ばしてキューと伸ばしてこの上へペッとかけて、うん、これねあの上をね冷やしたいんですけど直接氷入れるとあの水分入ってしまうんでとりあえずラップでね蓋しますはいではラップを上にかけまして、はい、これはねあのより早く冷やす方法ですけどもそうラップをしまして、はい、この上にですね、うんこれね、そうなんですよ。この工程めちゃくちゃ大事なんで、実はね、前回黒糖割れ餅作った時はここでね、はい、粗熱を取りきれなかったんで、ちょっと柔らかかったんですよ。だからこの凍らす、凍るというか、この氷と氷水で冷やす工程をちょっと長めにやってください。ヨちゃん、今日はどれぐらいやります？30分ぐらいやります？そうやね。
まあ、とりあえず目安としてね、30分このままあの笑い餅の生地のね粗熱を取ってください。残り9分なんですけど、もうだいぶ冷えたんで、もうこれで終わります。だから21本置いときました。こっちへペッてやってしまうね、引き上げてしまうね、水を。確かにラップの上にあるもんね、水は。そうそうそう、こうやって、はい、はいはいはい、おいい感じ。冷めてでしょ、はい、あれ、あれ手にくっつかない。じゃあ、あかんあかん。じゃあこれを1時間ちょっとやな。どう、なんかこんな感じでラップでちょっと空気抜くような感じで、うん、まあ、表面をこう平らにしながらね、ラップで蓋をして、はい、じゃあ冷蔵庫で、1時間ですね、はい、はい、冷やしてください。冷やします。はい、1時間経過しましたんで、どうだろうね。ちょっと一回これラップ取って、はい、ラップ剥がして、どうぞお願いします、シェフ、はい、中敷きを取って引っ張り出します。ちょっと待って、はい、そうです、はい、ほらひっついた。もうちょいやる、ちょっとまだやらかいな、もうちょいやるか、ちょ待ってや、もうちょっとやろうか、ちょっとまだ柔らかいね、もうちょっとやりましょうか、あと1時間いるかな、はい、もうちょっとやりましょう、ね、じゃあラップ上に、もう一回、はい、じゃあもうあと1時間、1時間ではあかんかな、はい、冷やします、まあ、空気抜いて早く固くなで、はい、では冷蔵庫で入れてください、はいはいはい、さっきの遊びじゃ、はい、はい、分かった、はい、はい、じゃあ、はい、ね、はい、冷蔵庫で、はい、あと1時間ね、はい、冷やします。でもここもよう冷やした方がいいみたいですね。1、はい、1時間、はい、計2時間ですね、はい、冷蔵終わりました、わらび餅、はい、さあ、じゃあちゃんと固まってるかな、おー、で、中敷きを、はい、取りまして、せーの、よいしょ、お、どうだ、離れてくれ、あ、離れる、離れる、来た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 、あ、来ました、おー、できたー、素晴らしい。布巾でちょっとぬらして、はい、はい、包丁で切ってください、はい、ちょっとね、小さめに切った方が食べやすいですよね、はいはい、これほんとほら、見てください、はい、離れた。ああ、すごいすごいすごい。またラップ切れた。ねえ、ラップ切れてもいいよ。本当はあのびっくりするぐらい綺麗にできて、ね、驚いてます僕。それで行きます。あ、ちょっと拭いてへんのじゃあ。これね、あのちょっと拭いとかな。濡れ布巾で拭いた方が。拭いてね、ここに生地がほらくっついたら余計にひっつくんですよ。そうそうそう。はい、どうぞ。これもまあちょっとポイントですよね。ほら、めっちゃ綺麗に切れる。これ、おー、いけたいけた。前の黒糖洗い餅よりも、やっぱりね、2時間冷やさなあかんね。あー、やっぱりね。おー、できたできた。皆さん、だからこれ、はい、うまいことするには、はい、また拭きます。できるだけ長いこと、まあ2時間ぐらいね。うん、そうやね。冷やしすぎ、山田の冷やしすぎでどうなんだろうね。ちょっと硬くなったりするかもしれない。いや、大丈夫。これは大丈夫やね。あ、なるほどね。うん、はい。ほら、これもちょっとびっくりするぐらい綺麗に切れる。あ、ほんまや、プルン。うん。はい。おー、もうみんなもちもちフライングで食べてるんですけど、はい、まあ、こんな感じで、うん、お好きな大きさに切って召し上がってください、うん、はい、チョリンはルイ、はい、よしか、そしててっぺでした。皆さん、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。またあの次回のレシピ動画までご期待ください。チャンネル登録もお願いします。じゃあゆりとよっちょにお疲れさん、さよなら、さよなら、おいしかった。